珍しくちょんまげ風って言ったらかなり文句も。いつも春菜っぽい感じにしてるんですけど、今日はね、朝鮮まげのことちょんまげなんですね。春菜まげじゃ江南まげ。今そこ、渋谷の言い方、一緒に混んでて、やべ、春菜まげって言います。さてと、そうやな、まあ、西浦中さんはもう、学生時代に終わってんの、また自分の高校かな。息子いじめる人間、司会者かな、自分やったかな。まあ、そう司会した連中は、後でその西浦が陰湿な司会者してるはず、暴力団使ってる。まだ暴力団なんだけど、西浦家ってな。それはみんな知ってる。で、まあ、西浦のババアの口調とかも分かるよね。強烈な暴力団。凶悪なんですよ。な、だから自体自身なんですよ。全然反省もないし、うちに対する態度がまあなってへんやろ。それがまあ一番の後ろ滅亡の原因かな。せやけど相当恥ずかしいみたいな、こき下ろして殺さんとなあかんし、でみんなもな、もう似たようなまねもできへんしとかとね。だからまあうちも相当やろうと思ってる。出会い頭にね、面白いよ、その腹がするし、ドキドキするやし、やった、これが日本やったら喜ぶしな、こんな待っとった、うん、大喝采って言うの、チューって言って、大喜びするやし、楽しみやろ。で、まあ、結局もう西浦の、まあ、じいさんになってるけど、60代じゃん。で、お尻やられてんの、学生時代。まあ、ぜひね、友情も来る面白い。大穴開いてんの、何回負けられてんの、お尻なの。学生時代の同級生からね。大リークやろ、これ。もちろん、ババアの方も。もう遊び止めにされて、学生時代、同級生たちがね。司会しやから。そやけどな、私みたいな女でもな、やっぱり赤線出身の女と、そうじゃない女と、やっぱ溝があるな、それはしゃあないよな。友情もあるけどな。ただ、うち、あえてな、立見県立病院に潜入したわけ。まず事情でね。お新しく潜入して。ほんで、何をしてたかと、赤線さんと探してた。ばあちゃん。まあ、男女別病棟で知らんかったから入ったわけ。まあ、うち、災害女子で、女子病院に入ったわけ。で、赤線の残党ね。おばあちゃん。友人やったおばあちゃん。